どうも、レスプレッソラボの山下です。本日もよろしくお願いいたします。先に、こちらですね、ラブラミックス、じゃあご購入いただきまして誠にありがとうございます。お届けします。少々お待ちくださいませ。やっぱりこのラブラミックスですが、教室でも非常に大好評をいただいております。やっぱりその何でしょう、表面が非常に艶やかでよく滑りますし、そこも綺麗なお椀状なんですよ。で、対流がやっぱ起こりやすいんですよ、もう単純に。ですので、アートっていうのは非常に描きやすいです。何でしょう、乗せるような感じでしたら別にそれは必要ないんですけど、まあ今日もそうですけど、フリーポアのアートを描くってなるとやっぱり描きやすいですね。やっぱ なんて言いますか、成功率もやっぱり高いですね。他のカップとラブラミックスを合わせてドンって置いておくと、大抵ラブラミックスが成功して普通のカップが失敗します。ですね、本当に何でしょう、初心者の方でも明らか分かるかと思いますので、ぜひ一度試していただきたいなと思いますので、よろしければお願いいたします。それと、ドリップコーヒーの方ですね、微粉セパレーターです。これが定期的に本当に販売できています。本当にありがとうございます。で、在庫の方が1個だけありますので、もし運が良ければ1個すぐ届きますので、よろしければご購入いただきたいなと思いますのでお願いいたします。今日なんですけど、リーフについてお伝えしていきたいなと思います。で、リーフ前に何でしょう、ピッチャーの振り方の動画を上げております。まずその振り方っていうのは、そちらの動画を先にどうぞ見てください。で、それを前提に話をしていきます。で、ピッチャーなんですけど、私は基本的に何でしょう、グッパ振りなんで、今日もグッパでいきますけど、例えばそのハンドレスの方とか、うちペン持ちやねんいう人はちょっとうまいこと脳内変換をしてもらったら良いかなと思います。で、リーフの書き方なんですけど、結構ピッチャーを振ってくださいって言いますと、ピッチャーを振ることに専念してしまいます。こう頭が100あったら、ピッチャー振ってくださいって言ったら、ピッチャー振るのに90取られて10ぐらいしか振ることに意識が、注ぐことに意識がいかないと思いますので、アートを書き出すとものすごいちょろ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 注いでる中にうわー振り出してるんですよね。で、基本的にリーフを書き出す人がほとんどその現象になってしまうんです。ですんで、リーフのこれから始められる方は特にリーフを書くときは、ピッチャーを振るより注ぐ方に意識してもらったらいいと思います。ブワー注いでながらパパパパパッと振ってもらうと、とりあえずリーフになります。そこから注ぐスピードを変えていって、どんどん細かいラインとかができるようになっていくんですよ。で、基本的に太いラインになります。どうしたらいいですかっていう人がいますけど、もうそれは本当にゆっくり書いて、ゆっくりちょろちょろちょろでバーって振ってるから太くなっていくん で、太いラインが出ても、次の対流たちでそれを潰していければ太いラインっていうのは細く伸びていきますんで、とりあえずそれでリーフになります。 と前も挙げたんですけど、ピッチャーをダラダラ下げられない、ダラダラ下がると丸っこいリーフになりますんで、一気にバーッと書いて、その場でビャーッと振りためて一気にカッと下がる、これがリーフのポイントになります。で、慣れてくるとその注ぎをちょっとずつ弱めていって、まあ、いっぱい振ってもらう時間を取っていっぱい振ってもらえば細くなっていきますので、とりあえずまずこの入り口、リーフの入り口として一度試していただけたらなと思います。で、全員がこれのやり方で上手くなるとはあまり思ってませんので、なんかできたらラッキーみたいな感じで一度試してもらったらいいかなと思いますので、ぜひ一度試してみてください。それでは、今日はこちら下練り使っていきます。で、フィルターはボトムレス使っていきます。じゃあ
ついに販売を始めますので、よろしければぜひ。これは純正ではないです。シモネリ社の純正ではないです。で、一度取り付いて、対応してますし、VST 22g かな、それぐらい結構入るバスケットとセットで販売します。よろしければぜひ一度ご覧いただきたいなと思います。で、やっぱこの VST、 コーヒー好きにはもうおすすめのアイテムです。少量であっても結構パンチ力のあるコーヒーを作れたりしますし、なんでしょう、インスタ用にすごいコントラストを取りたいっていう時も非常に使えます。で、今日、一回使ってる人、そうですね、一回使いますので、よろしければ見ていただきたいなと思います。それでは行きましょう。はい、では作っていきます。今回は、コーヒー豆がかなり、焙煎3日目ですので、ブラインドシェーカーを使っていきます。たっぷりの 22.5 を使っていきます。で、ブラインドシェーカーを使うことで、やっぱその焙煎したての時は味がはっきりしないんですよ。ガスが多すぎてお湯が通らないんですよね、ガスに弾かれて。ですので、その豆の中のガスをある程度抜いて、お湯が通るようにして、しっかり味を絞り取れるようにしていきます。で、これなんですけど、あまり振りすぎると逆に香りがなくなってしまいますので、あまり振りすぎないようにしてください。で、焙煎して、1週間以内でしたら30から50ぐらい振ってもらって、で、もう1週間以上経って、2週間までの間とかでしたら20から30の間ぐらいで、2週間目以降はもう10回ちょっと、3週間目以降ぐらいは10回ちょっと振って静電気取るみたいな感じがいいですかね。ぜひいろいろ試してみてください。で、振り方はこう持って、こうこんな感じですね。はい、で、ただ中抜くだけではなくて、ちょっと見にくくて申し訳ないですけど、よ、常時オン、こうやって粉がおります。それをバーッと振ってもらって、ディストリビューションである程度一定にしてもらったら良いかなと思います。で、こういう感じになります。静電気のないパラパラの粉になります。ですけど、この端っこ、何でしょう、穴が開いてますよね。で、それをレベリングで綺麗に埋めていきます。で、レベリングなしでディストリビューターをかける人もいるんですけど、やっぱそれは別の仕事なんで、できるだけレベリングはされた方がいいですね。こういう感じに端っこを綺麗に埋めていきます。で、ここにディストリビューター、これマジでいいです。エスプレッソ悩まれてる方はまずこれを買ってみてください。で、最後はタンパ、こちら低圧タンパ。はい、こんな感じですね。で、では抽出の方とアートの方に行きます。それでは行きます。
で今回のリリーフなんですけど、まあ綺麗に書くより勢い勝負をしていきます。勢いで書いていくリリーフですね。どれぐらいの勢いで書いたらいいのかっていうのを見てもらいたいと思います。でまずは極端に強めて、そこから弱めていくって感じですね。とりあえず今回は勢いで書くリリーフを見ていただきたいなと思います。ラブラミックスです。はい、ではいきます、勢いのリーフです。そう綺麗なリーフではないですので、勢いです。水面は普通に上げます。ここからですね、勢いよく流して振って一気に下がるって感じですね。こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。あんな感じにドアッと注いでる中に、ドアッと注いでる中にパパパパパッと振ってすぐ下がるって感じですね。で、ですので、その、これからリフ挑戦される方っていうのは、アートを書いてるポイント、あと注ぐ勢いのポイント、そこを見てもらったらいいと思います。あまりたくさん振らない方が、コントラストも出て、簡単に綺麗に書きますので、ぜひその、振りすぎないリフっていうのをちょっと目指してもらったらないって、目指してもらうといいかと思います。とにかく、ダッと注ぐ感じですね。どうです。では、いただきます。うまいっす。で、こういった練習をするときなんですけど、クレマがないエスプレッソにラテアートを練習しても仕方がないんですよ。本当にそうなんですよ。で、ましてやそのクレマが出ない、いわゆるその腐った豆で書いても仕方がないです。で、飲んで体を悪くして下痢になってみたいな、仕方がないんで、ちゃんとした豆を使ってクレマが出ている状態で試してください。もちろん家庭用でもクレマは出ますので、ぜひクレマの、出る豆を使って練習してください。本当にそれ最低限ですね。ぜひ。でもどうしても見つからない場合はこちらへご用意しております。で、価格もかなり下げて、本当に練習に使いやすい金額にしてますんで、なんでしょう、100g 1000円とかそんなんではないです。本当に出しやすい金額にしますので、ぜひ。使っていってやってもらっていってます。で、クレマのない状態で何も書こうがうまくならないんですよ。だから5回何もないとか書くぐらいなら、クレマのあるちゃんとしたエスプレッソに1回練習する方がうまくなりますので、ぜひ使っていただけたらと思います。当店舗では1対1のラテアート教室をしております。今回そうですね、今日も教室をしておりまして、京都から来ていただきました。60歳を超えた、女性の方なんですけど、やっぱりこうやってハートができてしまいます、簡単に。これは本当に家庭用マシンですね、を使って、やっています。ですね、本当に年齢関係なく、そうです、ちゃんと聞くことができれば、短時間でラテアートっていうのはスッとできるようになりますので、ぜひ本当に、何でしょう、私年齢高いんでどうなんですかっていう質問もたくさんいただきます。本当にたくさんいただきますけど、本当に関係ないです。関係ないですので、一回受けていただけたらなと思いますので、お待ちしております。で、そうですね、出張の方もまた受け付けておりますので、よろしければお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録できましたらお願いいたします。それでは失礼します。